しのぶ皮膚科院長のしのぶ先生です。今回はヒアルロン酸は良いところばっかりという説明をしたいと思います。まず何が良いかっていうと、ヒアルロン酸で美しくなった患者様が登校拒否が治ったり、うつ病が治ったり、むしろ家に引きこもりがちだった方がお店を始めたり、それくらい元気になって、つまりそれくらい美しくなってパワーが出る施術はヒアルロン酸以外にありません。私は経験していません。ですので、美容皮膚科においてはヒアルロン酸ほどに人生を変えるほど良い施術はないと思います。で、それが皆さんヒアルロン酸の効果について全部ご存知でないと思うのでお伝えします。ヒアルロン酸はまず吸収される製剤です。吸収されるものが良いとされていて、というかむしろ吸収されない製剤はダメです。アクアミド、アクアフィリング、ダーマライブなどはその後に入れた後に被害が多く出ていますから、気をつけてとかやらないでくださいね。それで吸収されるものの中で、いわゆる吸収されるもの、コラーゲンだとかヒアルロン酸、レディエッセ、PCL などございますが、そこら辺は吸収されますので医者の間でも人気があって良い製剤とされています。しかしヒアロン酸が飛び抜けて良いところはまず安全性です。ヒアロン酸は壊す酵素ヒアロニダーゼがありますから、ヒアロン酸がのあの綺麗に入らなかった場合はすぐに修正が可能。それだけではなくて、大きな副作用ですね、血管に詰まるみたいなことが生じた時にヒアロン酸だけはその詰まったヒアロン酸をヒアロニダーゼを大量に入れることによって壊してレスキューすることができますので、ヒアロン酸は飛び抜けて安心というところが大きいですね。またヒアロン酸というとほうれい線を埋めるみたいな、シワを埋めるというだけに思うかもしれませんが、今ヒアロン酸はシワに埋めていただけではもう遅いですね。あまり私自身は埋めることはほとんどしていません。ヒアロン酸はシワを埋める効果だけではありません。焦げているところを、のボリュームを戻したりとか、大きいのはリフトアップだとか顔の輪郭を整えたりとかですね、顔の不整を直したりすることができます。簡単に申しますと、骨から靭帯という部品みたいのが入っていて、それが寝るとも落ちてきます。落ちてきたところにヒアロン酸をガンと入れてあげると上がりますから、顔が上がるっていうことをしていきます。ヒアロン酸は入れることによって顔が大きくなってしまったらうまくいっていませんね。入れることによって顔が小さくなった、顔が痩せたように見える、それが正しい入れ方だと思います。で、ヒアロン酸それだけではなくて、吸収されるとはいえ、うちで入れた患者様、ヒアロン酸を経験された方はご存知だと思いますけれども、ヒアロン酸を入れる前に比べて入れた後は数年経ってヒアロン酸消えたはずなのに、入れる前より美しいってことをされていると思います。それはヒアロン酸バイオスティミュレーターといって、ヒアロン酸が吸収された後もそこにコラーゲンとか繊維が組織、血管、脂肪細胞などが置き換わって、いわゆる肌が若返りということをそのヒアロン酸を入れた部位にしているということが分かっています。ですので、ヒアロン酸を入れるとですね、ヒアロン酸なくなってしまってもその後が綺麗なんですね。で、もちろんヒアロン酸は皮膚自体を美しくします。ヒアロン酸、安全性が高くて、シワだけではなくてリフトアップして皮膚の状態もきれいになる、ボリュームロスも治りますし、そこまで美しくなるともうご自身が元気になるという非常に良い治療です。